ニードルわたわたっていうのかわいい名前だよ。じゃあ、はい、来るぞ。やりましょう。花びらを作ります。なるべく薄く作りたいんだけど、結構限界があるんだよね。くらいの大きさの花びらを9枚ぐらい作ればいい気がしない？ねえ、今度焚き火したいんだけど、焚き火。ゆるキャン見てるとさ、なんかキャンプしたくなっちゃうんだよね。見てないでしょ、ゆるキャン。焚き火ってしてみたいな。何回か刺すじゃん、やっぱり指。痛いよね。あ、もうぐちゃぐちゃになってるし、なんだよ。羊毛ヘル。チクチクします。はい、よく刺すのよ、私。お母さんがつけたのかな。え、これ小学校の時の？そうだよ。小学校の時の切りバサミだよ。こんなに綺麗に残ってます？全然使ってないんじゃない？あれだよ、だってこれもだよ。花びらにグラデーションつけてからつければよかったな。先につけちゃった。ネブちゃんですか？これでさ、ボンドをさ、ちょっと塗りながらさ、これを薄く巻きつけるっていうやり方をやろうかなって思うんだけど、今
できる自信がないんです、私。もう絶対ベタベタになるって分かってる。あ、ほらもうスモーついた。でもね、うん、ね、うん、なかなかいい感じに、ひと巻きふと巻きしたいんですけど、すごっ。でもなんかやっと花になったね。うん。